じゃあ近距離の武器、はい、近距離からいきましょう、はい、近距離、まあ、こうやってあの銃剣カリーナーの銃剣でやっつけることもできて、そして、ショットガン、はい、今回貫通性能が非常に 高くて、しかもね、あ、手には今ショットガン構えてるんですね。そう、はい、ショットガンはあの至近距離ですごく攻撃力が高くなるようになってますんで、低いです。そうです、すごくこの距離だと低いで、近くに行くとすげー入ります。一発で死ぬぐらいで、おーすごい近いと、はい、で、じゃあ中距離、中距離、はい、中距離ハンドガンです。中距離ハンドガン、二丁拳銃ですか。ハンドガン二丁拳銃です。二丁拳銃、はい、二丁のハンドガン、ちょうどこれ5メートルぐらいの距離がすごく攻撃力が上がるようになってます。ね、5メートルぐらい、はい、チャージ性能が非常に強いんで、おお、敵も来ましたよ。ちょっとしたらチャージしてバシュン、ちょっとしたらチャージしてバシュン、チャージして打つと、ね、そうですね、チャージして打つとそのネロのはいはい、ブルーローズみたいな感じの威力になります、はいはい、そして遠距離、じゃ遠距離武器は変わるんですか。遠距離は、遠距離はカリーナーのミサイルランチャーを使います。はい、ミサイルランチャー、カリーナーの、はい、これはね、チャージするとめちゃくちゃ強いんですけど、これ弾打ち放題ですよね。ご覧の通り、はい、チャージ中動けないんですよ。動けない。だから他のやつですごく距離を保って、例えば、ワイヤーショット。いろんなのが出せるんですか。ワイヤーショットで敵をひるませて、はい、ワイヤーショットやってよ。ワイヤーショットで敵をひるませてる間にチャージ時間稼いで、はい、撃つ。溜めて撃つとか。はい、他にも弾は何発でも撃てるんですよね。何発でも撃てます、はい、弾切れはないです。あと敵を一斉にやっつけるやつも出しますか、はい、マルチプルとか、はい、出ますか。あ、ロックオン、ロックオン自分でやって、おお、これ今回あのレジェンダリーダークナイトモードで敵がいっぱい出た時にめちゃくちゃ有効なんで、はい、しかも気持ちいいと。なるほど、ぜひ使ってみていただければと。じゃあ次トルシーいきますか。じゃあ一旦画面また切り替えてください、はいはい、じゃあ切り替えてください、はい、じゃあさっきより先に進んでくださいね、はい、じゃあ大広間からサクサクとミッション2を行きましょうか、はい、もうお客さんもミッション2は知ってますからね、どういう構成かね。そうですね、はい、じゃあお願いします、はい、レディのあのデビルトリガーゲージに当たる部分、はい、あるんですけど、これあのレディ悪魔じゃないんでデビルトリガー使えないんですけどね。レディはね人間ですからね、はい、これ溜まると、でもレディは本当は使いたくなかったんだけどって言いながら、あのなけなしの手榴弾を全部ぶっ放しますんで。手榴弾、おー、これレジェンダリーダークナイトでめっちゃ使えます。いいっすね。で、あのね、このショットガンのチャージショット、チャージショット、これが比較的溜まるのが早くて、しかもジャンプしたり移動しながらでも溜めることができて、僕の使うレディはこのショットガンのチャージショットがメインです。メインで使えますね。今のはショットガンのグラウンドゼロ、そしてスキャッターという、自分の目の前に手榴弾を撒き散らす、ちょっとだけ撒き散らすやつありますね。次どんどん行きますか。このね、次の部屋、ネロだと一番最初に入る部屋なんですけど、めちゃめちゃ敵がいっぱい出ます。レジェンダリーダークナイトだと行きますか。まあ、最初の方はね、ちゃんとチュートリアルも出るんですよね、操作のね。あの初めての人、ね、本当、はい、かなり親切に作ってますんで、難しいかもしれないですけど、それが上手くなるのがすごく楽しくなるように作ってます、はい、すごいですね。レジェンダリーダークナイトはここら辺でもこんなデッキが出るんですね。そうです、これすごい出ますよ。おいおいっていうぐらい出ます。あの本来レディはこういう近距離のところで戦うとすげえ不利なんですね。さあ自分を見失わず戦えますか。頑張ります。そうですね、はい、こういうとこでバーストアタック、お、カメラが良くないな、お、
ヒステリック、これたくさんのミサイルを発射するヒステリックっていう技ですね。これね、連打するとかなり長いこと弾が出ますんで。あ、そうそう、レディー、そう、唯一の人間なんですよ。そしてそうですね、みんな、はそうなんです、みんな悪魔なんで、ね、で魔人化できないから、はい、体力回復をできないんですよ、はい、なのでちょっと敵と離れてダメージ食らわないようにプレイすることが大事なのと、はい、あ、そうかそうか、挑発やってくださいというリクエスト。あ、挑発いきますか。挑発、レディの挑発出して、あそこで、はい、見づらいです、もっと違う場所で。じゃあもっと広いところでね。あの、だレディはあのレッドオーブ使ったアイテム、はい、アイテム使って回復も。挑発やる。あ、挑発、何挑発ブーツ直し、靴の紐結び直してよいしょと、よいしょ、お尻ペンペン、お、かわいい感じでこれね、モーションキャプチャー、キャーかわいいってねこれキャプチャーでちゃんと役者さんにやってもらったんですよね、はい、ちゃんとやってますんで、はい、余裕だなってますね。お、はい、じゃあちょっと先行きましょう、はい、行きましょう、はい、そう、この辺の仕掛けもね、解いてって、ネロで移動してたところをどうやって移動するのかな、どうやってするか気になりますよね、はい、はい、上にね、ワイヤーショットで、ワイヤーで、はい、ワイヤーショットで移動することができます。これ楽しいです、僕もやりました、はい、ワイヤーで。あ、じゃあネロで移動したらどうやってやるんだよみたいな話は、ね、レディはこうやって普通に進めることができます。もうちょっと時間あるんですよ、あそこまでいけるかな。はい、この狭いエリアが出てきた、狭いところに、狭いところ結構ね厳しいんで、こうやってそのヒステリックとかで一応敵ひるまして距離を取りたいんですけど、ここは本当に狭くて逃げるところはないですね。危ない、はい、はい、次行って、はいはい、はい、ビヨーンと飛んで、そろそろ時間流れて、このエリア倒したら終わりぐらいにしましょうか。じゃあ頑張って、レジェンダリーだとここもめっちゃ出ます。こんなとこからファウストも出ます。あ、メフィスト、ファウスト、めっちゃ水も綺麗なんですけどね。ここは見やすいステージですね。ここは明るくて見やすいですね。見やすいエリア。あのレディは本当にその体力を回復しないっていうのが後半すごく響いてきてですね、かなり距離を取って戦わないと。挑発、挑発中に食らってましたね。あ、そしてレディは2段ジャンプの代わりに空中でカリーナンを地面に向けて打つことで2段ジャンプっぽく移動することができます。まあ人間のくせに人間離れしてますけど、はいはい、ということで、はい、じゃあ切り替えください。プレイは以上です。そうです、ね、レジェンダリーダークナイトモードですね。